イスチグアラスト・タランパジャ自然公園群とは、アルゼンチン北西部にある、イスチグアラスト州立公園とタランパジャ国立公園から構成される。この地域には三条期の陸上の堆積物が広く露出し、最初期の恐竜を含めた、当時の爬虫類の化石が多産する。2000年にユネスコの世界遺産に登録された。イスチグアラスト州立公園は、 地理国境近くのサンフアン州の北東部に位置し、北部境界はタランパジャ国立公園に接する。本公園の面積は603.7平方キロメートル、海抜は約1300メートルである。本公園はパンペアン丘陵の西縁部にあたり、本公園の10%から20%が砂漠性の植生になっている。気候は大変乾燥しており、降雨は夏に限られ、 気温の比較差が大きい。常に強いハエが午後から夕方にかけて吹き荒れる。本公園内には、イスチグアラストルイと呼ばれる山上気候期の地層が分布する。この地層からは、世界最古の恐竜や当時の陸上爬虫類の化石が産出する。イスチグアラストルイは山上気候期の層上、良好に保存しているため、当時の陸上の動物性を復元できる。 世界的に貴重な地層である。また、三上期に、爬虫類が、恐竜や哺乳類へと進化していった過程を研究する、重要な研究対象にもなっている。イスチュグアラスト類層の周りに発達する乾燥した、バッドランドは、荒涼とした風景のためにバジェデラルーナと呼ばれる。カーニアン期には、この地域は、雨きに強い雨が降る河川の氾濫原だった。 プロトジュニパーオキシロンアイシグアラステオネスなどの高さ40メートルにも達する巨大なカギは当時の豊かな植生を示している。他にもシダ類やトクサ類の化石も産出する。この公園内ではリンコサウルス類やキノドン類が多産する。それに対し恐竜は陸上脊椎動物化石のうち6%を占めるに過ぎない。しかし恐竜の2つの分類群、 竜番目と長番目がすでに分化している。恐竜の中では肉食のヘルレラサウルスが最も多産する。他にも最も原始的な特徴を備えた恐竜の一つ、エオラプトルが産出した。イスチュグアラストでの最初の個性物学的記載は1930年になされた。1941年にはこの地域の地質調査がなされ。 70種類の植物化石が報告されている。バジェデラ・ルーナの名前は1943年にアルゼンチン自動車クラブによって名付けられた。最初の木のドン類は1946年にラプラタ大学のキャブレラ博士によって報告された。その後、ハーバード大学のローマー博士が1958年に化石密集層を発見し、次第に科学的な研究や、 地質調査がなされるようになった。彼の日記にはこうある。朝に起きて、テントを後にして、我々を取り巻いていた、今までに想像したことのないくらい素晴らしい化石の密集層を発見した。これは、すべての古積椎動物研究者にとって、史上の喜びである。1970年に、イスチグアラストでの研究は、サンフアン大学に委ねられるようになり、その年の終わりには、 州立公園に指定された。2000年にはタランパジャ国立公園と合わせて世界遺産に登録された。タランパジャ国立公園はラリオハ州の中西部に位置する国立公園である。公園の総面積は2150平方キロメートルであり、東西をシエラでサニガスタ山脈とセロロスコロラードス山脈に挟まれた標高約1500メートルの盆地が広がる。 砂漠気候に属するために気温の比較差が激しく、雨季である夏には降水量が多くなる。本公園内では個性物学的、考古学的に重要な発見が数多くなされ、それら記念物の保護のために本公園が設定された。優れた景観を有し、山岳地帯に典型的な植物賞、動物賞を有する。他に本公園内では本公園は、 イスチグアラスト州立公園と合わせて2000年にユネスコの世界遺産に登録された。爬虫類恐竜この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。具体的には以下の特徴が世界遺産登録基準に該当するとされる。ありがとうございます。